あ、どんどん取れていく。はじめまして、模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回は宇宙戦艦ヤマトの延長号、パトロール艦を作る21号を組み立てます。こちらは探索団の野田ポンに送っていただきました。いつもありがとうございます。これまでのパトロール艦の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。探索のチャンネルではアシェットさんやデアゴスティーニさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録よろしくお願いします。お、右か左かって感じ。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。21号は船体パネル左の取り付けです。こう魚みたいなやつ。はい、まずこの魚の中に椅子を置いて、ネジ止め。そしたらこの四角いところにこのパネルを入れます。お、はい、できました。はい、それではいよいよこれにくっつけていきます。この隙間はどうでしょうか。いまいち。お、いい感じ。次にインテークパネルを接着します。ちょっとずれてるな。はい、続いて22号は、じゃん、右の取り付けです。はい、ここまで一緒でできました。これをくっつけていきます。お、綺麗にはまった。ちょっと接着剤はみ出た。これをつける。はい、できました。これで22号が完成です。両方つけました。これがなかなか置けないのでティッシュの箱に置きます。では23号は、あ、基板が入っている。基板と光ファイバーの取り付けです。お、来た来た。なんと6ピンです。そんでコードも太い。 1,2,3,4,5 個ついております。すごいね。基板に LED がついている。これが光るかテストします。この 6ピンをこうして、おお、いきなりついた。びっくりした。そうか、そういうことか。せーのって言う前についてびっくりした。うん、白ですね。黄色ではない。はい、問題なし。そしたらこれつけっぱなしでいいかな。これで蓋します。
そしてこれをこのティッシュの箱に乗ってる環境をひっくり返してこう止めます。うん、くっ、あっぶなー。はい、ここからちょろんって出てるやつにシール貼ります。これの太いやつには愛のシール。太いって言ってもこれ2本しか入ってないわ。でもう1個はこっちにつけます。次にこの光ファイバーとこの真ん中の光ファイバーとこの一番前の光ファイバー、こんな遠いところの光ファイバーを3つ束ねて1個のレンコに入れます。無謀だね。これとこれまとめようか。はい、蓋します。はい、このビーたちをここに入れます。うん、あ、どんどん取れていく。これも取れてしまった。次に A、 これだ。もう危険すぎる。ちょっとティッシュが小さかったか。 A とくっつけます。お、お、短い。届くかな。ギリギリだ。切りすぎちゃった。よし、できた。次にこのカラフルな E を入れてこれを届くかで、もう一個の I をここほっ、合ってるかな。ケーブルの太さが全然違う。太さは関係ないのかな。さっきここに愛のシール貼ってたんだけど間違っちゃってここでした。これについてる分が愛で、これについてる分も愛で、ケーブルの太さはこっちが細くてこっちが太いんだけど、なんかどっちかどっちか分からんけど刺しました。あとは B のとこ刺して OK かな。はい、ちょっとボロボロですけど補強しました。箱を変える。よし、点灯テストします。いきます。おっと、安定せんな。あ、危ない。どこが光るでしょうか。せーの、ピッ。お気づきでしょうか。密かにここが光っております。はい、成功です。では今回はこの点灯テストとこの両端を組み立てました。もうこの辺がボロボロです。まだまだ大きくなっていきますがダメージは受けるんじゃないかと思います。全然安定せんな。最後まで見ていただきましてありがとうございました。パトロール艦の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントも
マッチョよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。だんだん、また見てね。探索の動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではレアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので、遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。